皆さんこんにちは。この動画は皆さんと一緒にお料理ができるようゆっくり長めの作りになっています。概要欄に料理の手順ごとの表示時間を添付していますので、お料理の作業時にお使いくださいね。今回のお料理は大豆ミートの麻婆豆腐です。レトルトの大豆ミートで簡単に美味しいビーガン麻婆が作れちゃいます。お肉が大丈夫な方は豚のミンチ肉に置き換えて、しっかり本格麻婆になりますよ。すぐにできるし簡単なので、私と一緒に作ってみましょう。では使う材料の説明をいたします。大豆ミート 200g、 お肉が大丈夫な方は豚肉に置き換えてください。次は木綿豆腐400〜500g、 絹ごしでも大丈夫ですよ。そしてニンニクと生姜と太ネギは10センチぐらい使いました。そしてお砂糖かシロップ、こちらはアガベシロップです。あと料理酒、日本酒、お醤油、そしてごま油かラー油を使います。あと甜麺醤かお味噌、そして豆板醤、ラー油もしくはごま油ですね。あと片栗粉少し使います。以上です。では作っていきましょう。まずは下ごしらえからしていきましょう。豆腐1パックを開けて、そして全部ダイス状に切っていきますよ。麻婆豆腐は最初に下ごしらえをしておいて、あとは一気に炒めて終わりです。中華料理ってそういうのが多いですよね。さあ慎重に、これがなかなか難しい。まあ適当でいいので、サイコロ状に切り分けておいてくださいね。おっとっと、次は生姜を切っていきますよ。生姜一かけ、まあお好みだと思いますが、あんまりたくさん入れると辛くなってしまいますので、だいたいこのくらいかな、をみじん切りにしていきましょう。ちょっとドアップのシーンも撮ってみました。皆さんも頑張ってみじん切りやってください。じゃあ次はニンニクを切っていきますよ。ニンニクを1かけ、まあこれもお好みだと思います。入れたくない方は入れなくても良いと思いますよ。
ではこれは生姜と一緒に置いといてください。では長ネギも切っていきましょう。同じようにみじん切りにしますよ。太ネギだいたい10センチぐらいです。オリエンタルベジタリアンの方はニンニクやネギを入れずに他のお野菜で代用してくださいね。まあ他の動画でネギやニンニクを使わない麻婆豆腐、麻婆茄子を紹介したいと思っています。今回は基本の麻婆豆腐の作り方をご紹介しますね。では頑張って長ネギをみじん切りにしてください。私は神経質なので結構細かく刻んじゃうんですが、適当にやってくださいね。めっちゃ神経質ですよね。これだけで動画が長くなってしまって申し訳ございません。でもやめられない。あ、やっと終わったみたいですね。ではこれもニンニクとかと一緒に炒めちゃうので同じバットに入れておいてください。生姜とニンニクを先に炒めたい方は別にしておいてくださいね。切るのはこれだけ。次は片栗粉を準備しておきましょう。これは大さじ山盛り入れちゃっていてちょっと多かったので、皆さんは大さじ半分ぐらいにしてください。そしてお水を大さじ4杯から5杯ぐらいは入れた方がいいと思います。私のはちょっと少なかったので硬くなってしまいました。まあとろみ加減は難しいので最後にご自分の好みで調節してくださいね。では次に調味料を合わせていきましょう。まずは日本酒大さじ2を入れてください。もちろん紹興酒でも良いですよ。次はお醤油を入れましょう。醤油大さじ3です。次はお味噌類を入れます。甜麺醤を小さじ1入れてください。甜麺醤がない方は日本のお味噌で大丈夫です。豆で作られている豆豉醤というのがありますが、それも入れると美味しいですよ。うちには豆豉醤がなかったので今回は甜麺醤と豆板醤で作ります。それでも十分美味しいですよ。次は豆板醤を入れましょう。豆板醤小さじ1を入れてください。まあ豆板醤もお好みなのでお好きな量を入れられたら良いと思いますよ。このくらいかな。もうちょっと入れとこうかな。これらの合わせ調味料を入れる順番はもちろん違っても大丈夫ですよ。次はシロップ、お砂糖など甘みを入れましょう。アガベシロップを大さじ半分入れます。
アガベシロップは低 GI なので血糖値が上がりにくくおすすめです。スプーンを少し濡らしてから入れると入れやすいですよ。ではよく混ぜておきましょう。そしてちょっと味見をして、ご自身で足りないなと思うものを足してくださいね。私はちょっと甘かったので、もう少しだけ醤油を足しますね。さあどうかな、味を見て、まあいい感じですね。では次に大豆のお肉のレトルトの封を開けておきましょう。2つ合わせて容器に入れておくと良いですよ。では早速炒めていきますよ。ちょっと強めの中火ぐらいにしてください。フライパンに油を敷きますよ。私はノンアロマのココナッツオイルを使っていますが、ごま油でも良いと思いますよ。大豆ミートがちょっと油を吸い込んでしまうので、油が多めの方が美味しいと思うのですが、ダイエットを気にされている方は少なめで大丈夫ですよ。ではニンニク、生姜、ネギを入れて炒めていきましょう。オリエンタルベジタリアンの方は人参や椎茸のみじん切りだと良いと思いますよ。次に大豆ミートを入れますよ。軽く炒めたら、もう合わせ調味料を入れてしまいます。この大豆ミートはもともと火が通っているので、そんなに炒める必要がありません。すぐに合わせ調味料を入れることができますよ。軽く混ぜたら、次はお豆腐を入れましょう。撮影上、あまり豆腐を崩さずに炒めていますが、皆さんはもうちょっとお豆腐を崩しながら炒めた方が食べるときに美味しいと思いますよ。では、最後の仕上げに片栗粉を入れます。もうちょっと水を多めにして入れてくださいね。これは少し固めの仕上がりになりました。そして仕上げのラー油に行きますよ。ごま油でも大丈夫です。
そしたら出来上がりですね。ここにニラを入れたい方は刻んだニラを入れてさっと炒めたら美味しいと思いますよ。今回はちょっと固めの仕上がりですが、美味しそうにできましたね。では皆さんも一緒に試食タイムといきましょう。私はご飯の上に乗せて丼にしてみました。あむ。もぐもぐもぐ。もぐもぐもぐ。スタンダードに美味しい。大豆ミートですけれども、もともと味のついたレトルトなので、大豆ミート特有の変な癖のある味が抑えられていて、割と本当の麻婆豆腐みたいに美味しく仕上がりますよ。美味しい。お腹ペコペコだったからどんどん食べちゃうな。タンパク質がたっぷりですよね。ビーガンの方はタンパク質不足になりやすいので、麻婆豆腐はおすすめですよ。男性の方も好きですよね。ごちそうさまでした。ここまでご視聴ありがとうございました。麻婆豆腐いかがでしたか？作ってみられましたか？感想をコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。これからも皆さんと一緒にお料理ができるように、低糖質でヘルシーなお料理動画をアップしていきます。ぜひご覧ください。この動画が気に入ってくださったら、グッドボタンやチャンネル登録、ベル通知設定をしていただけると励みになります。よろしくお願い申し上げます。また他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。